RD-301 はソビエトの高性能液体燃料、ロケットエンジンである。1970年代半ばにロケットの上段と補助ロケットのために開発された。酸化剤と燃料は液体フッ素と液体アンモニアという希少な組み合わせだった。すべての地上試験を通過して打ち上げ準備はできていたのにもかかわらず、実際の打ち上げには使用されなかった。 エンジンの効率が酸素、水素の組み合わせと大差なかったのである。エンジンを取り巻く状況は困難で高い反応性のフッ素により危険で、水進剤と反応による生成物は有毒だった。これらの要因によりエンジンは用途を見出されなかった。第一にフッ素エンジンはより高効率で燃料の蒸気の毒性は幾分低かったのでフッ素酸化物によってフッ化水素は 最終的に破棄された。エンジンの設計は部分的に継続され実験的なエンジンの 11D13 と 8D21 になった。ルルは2段燃焼サイクルで燃焼室内の温度は 4400K に低減された。推進剤の混合比は2.7だった。燃料で冷却された。一軸式のターボポンプで470回転、秒で1 2 6 5ットだった。 システム管理は圧縮されたヘリウムを使用した電子ガス圧制御だった。複数回の指導が選択肢として用意された。酸化剤の高い腐食性により部品が破損して開発の工程において多くの技術的困難が伴った。ロケットでの部分的な使用を想定した開発は失敗だったが得られた知見は後のエンジンの開発に役立った。 プロトンドケットの3段目の類似の単燃消失を備えた 8D21 のようなエンジンの開発に受け継がれた。フッ素とアンモニアを使用する上段ドケットの開発は中止された。ソビエトの月計画の枠組みで開発者たちの一部は関心を寄せた。特殊な上段であるブロック D での開発が検討された。ありがとうございます。